あ、ハリセン。来た、ハリセン来たね。食べるますか？白米ね。そうか、ここで食べきる。食べきるか。いいよ、今宵こそはじゃな。ふむ、まあやってみるとしましょう。さて、かの鬼島にて竹レビ様が大水地と鬼の大軍を打ったという話は都にまで届くこととなった。そして仙台カムヒツケ様はこの木に乗じて島を手に入れようと手勢を差し向けられたのじゃ。一方、竹レビ様もいち早くこの動きを察し、足雲どもと共に、都の軍を迎え撃つ意を固められる。大水地との戦いからわずか数ヶ月、春を待つことなくこの島で新たな戦いが始められたのじゃ。また戦かと。この島の西方、海岸沿いには常に深い霧に覆われた山々がある。そこからはこの島で大型船が唯一、接岸できる浜を一望できるのじゃ。竹リビ様はこの霧の山に砦を築城しながら都の軍と戦うという策を捉えた。尽きることのない援軍に対する堅牢な守り、戦いは長く続くかと思われたが、一つの知らせを持って打ち切られる。ほう、仙台亀月様の突然のご褒美。常に争い合っておられたが、竹リビ様にとって仙台亀月様は何にも変え難き喧嘩仲間。知らせを耳にした竹リビ様はまるで胸に大きな穴が開いてしまったかのようであったと。かたや仙台亀月様の方も竹リビ様に遺言を残しておられた。戦を終えよ、以後の進展を支え都の繁栄に尽くせ。こいな言い訳があるかや、さっきまで殺し合っておいて、きっと他人には押し量ることのできる何かがお二人にはあったのであろう。竹リビ様は先帝の遺言を従い都にお帰りになることにしたと。そのためには無論この峠で暮らしてともに別れをつなげ、告げなければならぬ。ではついに竹リビ様と豊花様はこの半年ほどの間にもはや切ることのできない絆を育んでおられた。そして竹リビ様は意を決し豊花様に呼吸肛門。ははは、来たーってなってるけど、なしてば礼を言ってんだ。それから先、竹リビ様と豊花様ともに仲つむつまじく都の繁栄に力を尽くされた。こうして都が騒がれた乱暴者の、先進は誰からも頼られる、夫婦神となっていったのじゃ。お姫様がお生まれになったのはこの頃にございます。泣いたらまい。いい話だったね、神様。いやー、とても楽しかったです。いやはや人に歴史ありとは申しまするが、自らに立った道を知るのは良いものじゃの、良いものじゃ。しかし我が父は主神であった仙台亀月様と喧嘩友達であったとは。子であるわしが優れておらぬわけがなかったのじゃな。んだこっため、音見てにカムヒツキ様ってのと喧嘩できるのかな。それはそれやったら大変なことになるね。それに至る経緯というものがありございます。今のヒー様がいたずらにカムヒツキ様に逆らわれても、それは単なる無本に過ぎません。おヒー様、おヒー様なりにご研鑽な行いをしたようだと。ってことは、この話が終わったってことは、だいぶ終盤近い。お、すげえ、日の神っていうのがついた。じゃあ、透析ガキいきますか。続きだね。お宝取れるかな。あ、危険と思ったらすぐ逃げるけど。そうではない。ふい、一旦回復して、
スは最初に倒さないとダメだね。マジでえぐいな。なんかもう落ちていったね。ほいっと。ムジナ肉ゲット。特に下に行く理由はないから。キャンセル入るか。そこだよな。ほい、でこの後上だね。痛い。20達成。もうこれで縛りプレイはしなくていい。さてゆっくりライフ回復して、なんかそれっぽいところあるかな。僕にはいけない感じだしね。さてここからいやな。よし、電光石火レベルアップ。結構電光石火は一番目に来るぐらいもうない、あれなんだ、熟練度上がってんじゃん。攻撃はせずに、はい終わり。さてクリア。意外といけたな。モグラ炎症靴か。あー洞窟ね。あー日が差す分ダメージ上がったのかな。嫌な感じがあるね。あれは絶対やばいやつ。うほー怖っ。鍛えててよかったな。
吟醸、おお、お酒か。嘘でしょ。あーいるね、奥ね。やばい、危ない危ない危ない。いやー、それ食らう？痛い。危な。この先は、よし、いい当たり。おお、すげえな。あれ返してくんのか。これちょっと先に進むよね。やばい、これはクリア優先しよう。ちょっともったいなさすぎるな。上がれに、よしよしよし。いやー、ここではない。いや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 、食料庫か、あそこは。お、金の丘。あー、で、花をね、お花くださーい。花投げ中、よし次。で、あれだね、これでやっと家の回収ができるんで、いいな。で、次金の毒サケが出たから、そこ行かせて金採取させて、で、いい感じになるんで。ちょっと待った。
やべ、刈り取ってしまった。あのね、夏にすると量が多くなるだけなのよ。だからね、これちょっとしくったな。品質上がらない多分ね。うわー、しくったー、マジか。しかも水の中にやってるからさ、多分めっちゃ悪いタイミングでしたな、これは。こんなところか。全部わしのものじゃ。ちょっと待って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 、まず、あ、入れる、よしよし、抜け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 。これは抜かんとやばいことになる。晴れてるとね、ちょっと乾くんだけどね、置いてるだけで。いやー、もったいないことしたな。さすがに泥土につけるのはいかん。やっぱちょっと量多いもんね。あー、でも考えようだな、量を大量にして、品質がいいのを稼ぐの方がいいような気もしなく。朝来たね。朝来ちゃったね。登り鯉。お、なんかすごい。両手武器を振り上げ立ち上がる力の本流を放つと、熟練すると弾の数が増える。あれ、居合って別であるんだ。望む方向に神速の手刀を打ち、剣圧で敵を吹き飛ばす。ああ、強い分連発は難しいが、使いこなして綱物と言えよう。飛炎とちょっと違うんだ。いや、でも電光石火結構好きだしな。じゃあ、ちょっと上り鯉にして、シャリンダンを居合に変えてみるか。これ結構ね、シャリンダン結構強くて、何しても初めて朝迎えてる。もうね、あれで稲が悪くなるくらいだったらみたいなね。で、これで火を、あれだね、時間過ごしてってところだね。そういう感じでもないのか、金の丘っていうぐらいだから、いいのが出るのかなと思ってたけど。そういうわけではないと。牡蠣一つ。もう一個牡蠣来ねえかな。牡蠣が来るとめっちゃありがたいんだけどね。さて、そろそろ乾燥具合はいいんじゃないかな。ゆい、神様、何か作りすかよ。ここか。よし、レベル上げよう。まあ今回も白米だね。成長が止まるまでは白米かな。終わり終わり。お水に完了。輝き、乾燥が甘かったのが気になるんだよな。さあ、最終21か。
ああ量は増えた、量は増えた、確かに。ああ状態、稲もち病、稲もち病か。毒冠というのと雷帝板金、どういうこと？新しい技か。また朝あー眩しいね。もう2日徹夜だからね、今の状態で。登り越え、風車ね悪くないんだけどな。いや、あれもうちょいしたら覚えるってことか、さっきのは。あーなるほど。あ、満腹がなくて進めるのは結構きついな。うん、痛い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 。それは痛いね。とりあえず回復、あ、仕切らなくてよかったね。おー、クリアクリア。さあ、大筒グルワと騎馬行動。あー、なんかどっちも27だもんな。意外と鉱石いいの出ないね。ん？やめい、それやめい。見て。なんかそのお試しゾーンみたいな説明はいいからさ。マジでやめてほしいな、それ。確か通れないんだ。あ、いいね、いいね。まあなかなか吹っ飛ばないやつに関しては、ありっちゃありだね、わざと攻撃させるのはね。一体、うお、危ねえ。これはひどいわ。ちなみに、ああ特に何もなしだね。いやー、レベル上げかー、また。あ、これ多分時間的にあれだ。
うん、無理。強すぎるわ。戻った。いやー、あれは強いな。あれは強い。さすがに、さすがにね、さすがにあんなに撃たれたらどうしようもないからな。あれはきついね。ちなみに加工品は何か？すうさぎ寿司、ワカサギの寿司。あ、作っとくか。まあ、こんなもんだろうな。何か食べるますか？できるだけね、その探索ガンガン行きたいのあるんだけど、コア飯が塩とドブロック。あ、ダメ。21でしょ。で、さっきのダンジョンがね、27なのよ。これ、もうちょい、もうちょいちょっと鍛えたいね。よもつ返し。ああ、よもつ返し、そんなにだったな。でもそうだね。そうだね。もうちょいやっぱ育てきってってやらないとまだまだきついな、この状況は。やっぱあれだね、地下の、あ、でも地下というかやり込みのダンジョン行ってもレベル足りてないからな。いや、悩むね。ここまで来るとちょっと悩むね。いただきます。はい、いらっしゃい。新しい座布団で。どうした、こんな夜更けの。砦が気になるか。ここのところなかなか眠りにつけぬのです。鬼の長がもし石丸であれば考えると。考えすぎだとは思うがの。まあ一応聞いてやるわ。話したいことがあるなら話してみよう。は、それがしと石丸は同じ山賊一味に属しておりました。頭は貝丸の父にござりまする。貝丸は山賊の子だったのか。山賊と申しましても、盗みを働く相手は強欲な領主や無法極まる僧兵など、いずれも悪徳の者のみにござりました。我らの仲間はあぶれ者ばかり。寺から逃げ出した者、戦で村を焼かれた者、さまざまですな。それがしは落ち武者として行き場をなくしたところを、頭と貝丸、そして石丸に出会ったのでございます。しまった、この話。一味に迎えられたものの、ご存知の通り、それがしは刀を振るうのが大の苦手。やはり使い物にはなりません。せめて山中の隠し田の世話でもと。そこは皆まで言わんでよい。少し飛ばして続けよう。そんなこんなで石
かるには何かと目の敵にされ申したが、上門とはそんなそれがしを柱が面白がりつけた名なのでございます。よし、大体わかった。みな頭にはまことに世話になり申した。しかし、あんよ、石丸は頭を自ら一味を牛耳ったのです。死んだか、あんまりの父は。かねてより石丸は頭のやり方に異を唱えておりました。人はどのように汚い真似をしてでも生き抜き、ただひたすらに強くあるべきだ。人の売り買いをあやつが選んだ手の一つ。その品の中には見る手が君だ。ゆいも言いました。それがしには石丸を倒す力はござらぬ。そこで皆を連れ幾日も山中を逃げ回り、深い霧の中、雨の浮き橋にたどり着いたのです。追ってきた石丸と共に。さくら様、度重なるお願い誠に恐縮ではござりまする。しかしもし鬼を率いている者が石丸であれば、どうかどうか殺さぬようお計らいいただけませぬか。おさんか。それにしてもお主、その石丸のことを何故そこまで気にかけるんじゃ。あやつは戦で一族を皆殺しにされた生き残り。金太やゆいのように戦に道をいがめられた一人の子なのです。でありながら何の助けにもなれませなんだ。もしまだ奴を修羅の道から外すことができるのであれば、どのようなことでもいたしまする。やれやれ、いつもいつもお主は大げさなんじゃ。安心しろ、その願い叶えてやろう。なんだってわしは神様じゃからな。鬼の長が誠に石丸であれば、じゃあ。ありがたき幸せ。ああ、もうそういうのはやめようと申しておるに。表を上げんか。もう少し自身を大切にするがよいぞ。お主が思っておるより、ここでは皆が頼りにしておるのだからな。そう、さようでござりまする。おや、これからも頼むぞ、田植えもんよ。やっぱ石丸がこうここで出てくるっていうのはなかなかやね。あと戦争の話がちょこちょこ出てくるんだけど、その竹蛇様とかの戦争もね、多分同じ時期に起きてるのよ。で、上と下でつながってるって話が出てるんで、多分同じ時期に戦争起きて、戦起きて、まあ、地上も天界もっていう流れなんだろうなとは思ってるんだけどね。120くらいでいいかな。まあなかなかよね、結構考えられてるねってところだよ。さて、そしたら今回はここまでにしましょうかね。なんか作るかや。あ、ハリセン来た、ハリセン来たね。早速作る。そして見る。ハリセン必殺の発生率が 5% 上昇。まあクリティカルってことだよね。まさにハリセンやね。マジでハリセン。はあ。
配信劇ね、まあ悪くはないね。で、力が30解放して、解放で50、結果あれ150か。今大技もとあんま変わらないんだよね。あ、命はあげるか。あ、めっちゃ悩むな。あ、3000、そうだね。だってこれでちょっと上がるでしょ。力50、体力、心理20ずつ上がってるからめっちゃいいっちゃいいよね。敵を吹き飛ばす。剣圧で吹き飛ばすんだ。でね、なんかね、居合斬りしてるとね、必殺だが 20% 必殺率だが一撃クリティカルだよね。で、残属性の攻撃が 15% 上昇で、技の最中に1回繰り返して発動可能だから2回切ってることがあるのよ。これ結構面白いなと思ってて。で、これはこれも2回繰り返し、比叡も一緒だもんね。電光石火は体勢崩す。力が3増か。やっぱ体勢崩しはこれなんだ。あー、どうか。電光石火いいね。技もちょっといろいろ考えるところだな。あ、熟練度上がらないとわからないってことだね。旋風弾全然何もついてないんだ。あ、これ違う、レベル1だから。発電じゃなくて車輪弾開始時。あ、やっぱそういうことね。そしたら、あ、違う、これじゃなくて、まあ、暴れ駒だよね。これがまあバランスはいいね。まあまあ、ということで、今回ここまでとなります。まあ、念願のハリセンと。これで次回頑張っていこうか。ハリセンで頑張っていくのもね、ちょっと楽しみにして。